はい、こんばんは。4五金、2月27日水曜日午後10時30分を回りました。4五金五な夜第660回。今夜もどうぞよろしくお願いします。今日はね、ずっと、先ほどまで、サイトの更新というか、勉強というか、研究というか、やっておりました。まあ、何をしていたかというと、去年午後3時ぐらいから、Google AdSense の、e ラーニング、Google プラスのハングアウトオンエアを使って、あと、勉強があったんですね。で、以前は、普通のパソコンサイトでの、まあ、収益アップの方法について、勉強しました。まあ、今月ね、1月に比べて15%アップの収益をってなことで取り組んできたんですが、まあね、ちょっと難しかったですね。プラス15%っていうところまでは、いけておりません。まあね、今日かな、結構ガバッと収益が、増えてきたんだけれど、ちょっとね、足りなかったですね。で、今日から始まったアドセンスカレッジっていうふうに名前が変わったんですけれど、何を、勉強したかというと、モバイル。いわゆる携帯電話ではなく、スマートフォンサイトで収益を上げていきましょうという、勉強会なんですね。とりあえず今スマートフォンの、サイトを、作っているんですが、Google AdSense が、利用できない、無料サイトの方で、スマートフォンサイトを作っているんでね、なんかもったいないなということで、まあ、今日の、講座を聞いて何か新しいヒントがあればいいよなということで、聞いていたんですけれど、ああ、さすが、Google、ありましたね。まあ、何があったかというと、Google が、提携している会社に、リューダモバイルという会社があるんですね。そのリューダモバイルが展開してます、Go モバイル。の Go とモバイルの MO で GoMo というサービスがあって、これがね、なんと1年間無料で使える。当然、Google AdSense も使える。で、PC サイトを、まあスマートフォンで見やすく最適化してくれるということで、あ、これいいなということで、先ほどまで、あれこれいじっておりました。まあ僕らも古い従来通りの HTML で作っているホームページなんで、若干ね、変換してくれない箇所があったんで、まあそこをね、まあ修正をしていきながら、作っているところでございます。結構ね、使い勝手はいいですね。先ほども、自分の、スマートフォンで確認をしたんですけれど、結構ね、かなりいい具合にできてますんで、ちょっとね、スマートフォンからの収益アップ測りたいなというふうに考えているところでございます。こんな感じで、見えないですよね。なんというか、市民メディア、宮崎 CMM って入力して、公式サイトがあるんで、まあ、スマートフォンでは、自動的に、スマートフォンサイト、スマートフォンに特化したサイトに自動転送されますんでね。特に、URL を意識して、入力する必要はないので、結構ね、これは使い勝手がいいぞというサイトに、仕上がっております。若干ちょっとスタイルが崩れているところがありますね。で、これはもう一回、きちっと、修正をしないといけないんですけれど、それ以外はね、いいですね。はい。ああ。
なんだろう。はい。ということでね、まあ、これでどのくらい収益がアップするのか。まあ、今後、携帯電話ではなく、スマートフォンの利用者が増えてくるんで、あればね、ちょっと、スマートフォンからの利用、スマートフォンからの収益があるように、上がるように、まあ、コンテンツの方もね、ちょっと工夫していきたいなというふうに考えているところです。まあ、今後3週間ですかね、渡って、この水曜日の午後3時から約30分程度という勉強会なんですが、今日はね、結構、時間オーバーして、4時ちょっと前まで、講座がありました。まあね、1週間に1回課題がありますんでね、どんな課題があるかというと、今日はワークシートが2枚あったんですけど、ま、3月末までに、スマートフォンサイトを作りましょうというふうに課題が出てきているんですけれど、もうスマートフォンサイト完成というか、ほぼ完成してきたんで、また修正とかね、もうちょっとコンテンツをうまく工夫しようとか、あれこれ微修正を行いたいと思いますんで、もう今日、明日ぐらいには、もうスマートフォンは、完成するのかなというふうに思っております。まあ、今後ね、なんというか、自分のホームページやブログを持っていらっしゃって、もっとスマートフォンに特化した、サイトを作りたいなと思っている方はですね、ちょっとここに書きましょうか。よいしょ。あれ？固まった。あ、いいかな。デューダ。これですね。はい。デューダモバイルの GOMO。デューダモバイルの GOMO というサービスです。Google と提携していて、1年間は無料で使える。2年目以降は、月1180円。年間で1万4、5000円程度の、利用料なんですけれど、まあ、なんというか、HTML5 の知識がなくても直感で、サイト構築することができるんで、まあ、現在、パソコンの、ホームページを持っていらっしゃる方であれば、ちょこちょこっとね、変換していじくれば、かっこいい、サイトができますんで、ちょっと試してみるといいのかなというふうに思います。はい。ちょっとね、まあ、今日放送どうしようかなと、作業がね、長期に乗ってきて、まあ、このまま作業しようかなと思ったんですけれど、ちょっと、コーヒーブレイクというか、作業を中断をして、まあ、放送をしてから、また作業を再開しようかなというふうに思って、まあ、放送をしているところでございます。なんというかね、まあ、面白いですね。HTML5 の勉強にもなりますし、まあ、ネットでの、収益アップの方法についても勉強できるし、まあ、一番いいのは、Google プラスのハングアウトオンエアを使った、e ラーニング、情報交換の形式っていうのが、こんなことでできるのかということで、結構ね、勉強になっております。なんかね、今後私も、Google プラスのハングアウトオンエアを使ってね、何か、できればいいのかなと思っているところですけれど、ちょっとね、僕の声がね、後から聞こえてくるんで、ちょっと話しにくいんで、ちょっとこれ、僕の声は消したいと思います。はい。これで、まあ、僕の声を、気にしないでお話ができるかと思うんですけれど、はい。ということでね。はい。今日も、3名の方、ご視聴ありがとうございます。はい。ということで、今日もずっと、部屋にこもって作業をしておりました。
多分明日もね、そのスマートフォンに特化したサイト作りで、家にこもって作業をするんじゃないかなと思っております。昨日から、球春、ベースボールゲームズということで、練習試合が行われてるんですけれど、ちょっと練習試合に見に行こうと思ったんですけどね、ちょっと、仕事の方が楽しいので、まあ、今日も夜遅くまで、スマートフォンのサイト作りを頑張ってやっていきたいと思います。はい。ということで、すいません。今夜の放送、このくらいにして、また、作業に入りたいと思いますんで、申し訳ございません。はい。45頻号の夜第660回。今夜アドセンスカレッジということで、お話をしましたけれど、まあ、今後ね、Google アドセンスで収益を上げたいとか、Google のいろんなサービスを使って、インターネットを勉強したいという方はね、ぜひとも Google プラスで、Google アドセンスジャパンでしたっけ、フォローしてね、そこで、まあ、いろんな情報収集をしたり、勉強することができますんで、一緒に、勉強して、頑張ってやっていきましょう。はい。それじゃあね、45頻号の夜第660回、今夜の放送、この付近で終わりにしたいと思います。また明日もね、同じ時間帯に放送しますんで、よろしかったらどうぞ、ご覧ください。はい、それでは今夜の放送、この付近で終わります。失礼します。